こさんは結婚の予定とかないんですか？多分よく、まあ、質問とか、うん、そういうのが来ると思うんですけど、うん、彼氏いるんですかとか、うんうんうん、ゆっこちゃん結婚しないんですかとか、うんうん、どうですか、うん、多分もうみんな思ってると思うんですけど、いるんですか、うん、彼はいます。おおって彼氏ありあり言われて彼氏あり彼は、うん、いますが。おゴルフするんですか、その彼氏は。ゴルフしますね。おしますね。知り合って 3年。おお長い。知り合って3年。あ、はい。うん。なるほどね。付き合って、正確には。正確？不正確とかあんの？お互いの認識の違い。あ、私は付き合ってないと思ってた。あ、なるほどね。あ、よくある。で、これよくあるよね。男性は付き合ってると思ってるけど言ってないパターンね。そう、そう、そう。これね、女性困るんですよね。そうそうそう、別に付き合おうって言われてないから、うんうんうん、付き合ってないって思ってた。はいはい。確かになんかこう恋人と変わらないような。そうだね、あの頻度で会ってる。そうそうそう、お付き合いであったけど、はいはい、言われてないしたんだ。うんうんうん、そう、そういうことね。人間、そう、認識の違い。はいはいはい。で、ちょっと、うん、あの、あっちが思ってる日程とこっちが思ってる日程が違うとね。そうですね。はいはいはい、はい、そこら辺多分 3ヶ月ぐらい差はある。結構でもさ、なんか男性って言いたくないのかな、ね、なんか言わない人多くない？うん、なんで言わないの？なんで言わないんだろう、教えてほしい。ほんとずるいよね。ずるいずるいよね。ずるいよね。何、うん、かあったなんかあった時に、うん、付き合おうって言ってないじゃんみたいな、そう感じに言うつもりなのか。そうね、うん、ちょっと男性心理がね、その辺はなんか分かんない、難しいですよ、ね、結婚まだ分かりませんが。ゆっこさんはもういるということで、はい、あの見てる皆さんチャンネル改善ほんとしないで。そこ関係ないでしょ。いや、まあ、そうね、そうね、このこんなゆ、そんなゆっこも好きと、ほんとにそこ関係ないでしょ。これサムネはもうゆっこの彼氏事情の方が伸びそうですね。やばいやばい彼氏の結婚するのとかそっちは伸びそうですね。確かに、そっちにします。ね、でもさ、どんな人がタイプ、うん、まあ、もしかしたら別れるかもしれないんで、うんうん、それ言ったら失礼だよね、彼氏も、うんうん、別れる可能性もあるから、うん、チャンスがあると思うって、ね、見てる人にも、見てる人っていうか、まあ、出会う、これから出会う人もね、うんうん、どんな人がタイプですか？タイプは、うん、いや、本当にタイプ難しい。そうだよね、ね。分かる。でも本当に一番フィーリング。あ、ね、うん、まあ、確かに、うん、なんだかんだなんかさ、タイプって結構さ、顔とかもバラバラだよね。うん、うん、私本当見た目のタイプは、うん、ないね、基本的に。うん、うんうんうん、そうだよね、みんなバラバラだし、うんうんうん、でもやっぱね、あとはフィーリングと、うん、あともう包容力。あー大事大事, 大事包容力ですかね。包容力ね、大事だよね。なんか、うん、のろけになっちゃうかもしれないけど、はい、今の人が、うん、初めてその、うん、なんか、まあ、今までなんかそのゴルフとかが悔しくって、うん、まあ、その彼の生まれとか泣いたことはあるけど、うん、なんか仕事とかそういうのが辛くて、うんうん、なんかその相談とか、うん、もう弱いとこついちゃうっていうのが私基本的にできなかったもん。確かに、うん、そうだね。そう、うんうん、でも今の人の場合はもう今仕事で結構その忙しい時があって、うんうん、辛くて、うんうん、めっちゃ大泣きしたの。かわいい。見せれる、そういうの見せてもなんか大丈夫かなみたいな。うん、なるほどね。よろしくお願いします。自然と甘えさせてくれる人、そうそう、さ、なかなかいないよね。なかなかいないし、私甘えベタなんで。分かります。そう、甘えるの苦手だから。分かります。それを甘えさせてくれる。ああ、そうね、そうね、そう、それはいいよね。しかもなんか察してくれって、察してくれる。そうね、察してくれ、あ、本当は甘えたいんだろうなみたいな、うんうん、
どうしたのとかってさ、うんうん、なんか今日機嫌悪いのとかさ、はいはいはい、分かんないけど、なんかそうやって言ってくれる人がいるから、うんうん、言っていいよみたいな雰囲気出してくれると、うんいいね、ですよ、皆さんですよ確かにね、オラついてる人の方が多いからな、うんうん、山ちゃん目線で今の流れって聞きたいことないの？え？今ニヤニヤして聞いてるけど、ニヤニヤ言っちゃうんだみたいな感じで、なんか山ちゃん聞いてると思うけど、山ちゃん目線でなんか、でも全部言っちゃったからね。あ、そう。うん、あ、その何？タイプはとか。そう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 。ああ、はいはいはい。フィーリングと、うんうんうん、包容力と、うん。あとでも経済力。まあ、そこもだけど、うん、ご飯とか、うん、あとそのある程度やっぱ趣味、趣味思考、うんうんうん、なんか似てる方がいい。そうなの、それはあるよね、うんうん、めっちゃある、うんうん、なんかお飯屋さんだから、うん、なんか高くなくてもさ、うんうん、いいなって思う、うん、お店の雰囲気とか絶対あるじゃん。ある、うん、なんかこ別に嫌って言わないけど嫌だなって思うことある。え、ない？例えば？わかんない、この店かみたいな。うーん、で、すごい嫌じゃないんだけど、うんうん、いや、うん、なんか、なんだろうなみたいな。わー、別に言わないけど初めてのデートとかありがちなの。あ、そうなんかもうちょっとみたいな。うん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 、あるよね、うん、そういう別に金額とかそういうんじゃないんだけど、うんうん、なんかそこがあっちのフィーリングとさ、うんうんうん、感覚とさ合わないとさ、うん、ちょっと嫌だなってな。次がワクワクしない、ご飯食べに行くのも、ね、うん、結構ご飯屋さん重要じゃない？重要、うん、そう、なんか選び方重要だよね、うん、かなり、うんうん、なんかそういうのもなんかお互いのなんかちょっと、まあ、好きなものとか似てるとさ、うん、あ、そうね、そうね、うん、そう似てるといいよね。そういう面で言うとやっぱお互い普通にお酒も飲むし、うんうんうん、まあ、ワインとかも好きだし、うん、そうね、で彼もあんま炭水化物取らないから、うん、控えてるからね。そうそう、一緒に夜ご飯食べた時にも、それわかる、そうわかる、うん、食生活が似てるといいかもしれないですね。そう、うん、だってさ、うん、別に例えばこっちがさ気にしなくてさ、あっちも気にしなくてさ、うん、じゃあ牛丼食べに行こうって全然ありかもしれないけどさ、うん、気にしてたらさ、えみたいな、ラーメン行こうって言ったら、でもえこっちは別にそうそう食べるのみたいな、なんでお前一人行ってこいよみたいな、うんうん、くちゃ悪いってことですよねってなるよね。そう、あ、それが一緒なのはマジでいいね。そう、一緒だから、じゃあなんか、まあ、夜もあるし食べないでいるとかもさ、うん、そうそう、なんかできるわけじゃん、うん、そういう人って、うんうん、そう、なんか結構まあ男性って、え、夜ご飯にその炭水化物ないとか、え、それどうなっていう人が大体だと思うけど、まあ、彼の場合、まあ飲むし、うんうん、で、まあ、まあ朝とか昼はすごい普通に食べるけど夜は控えてる人だから、うんうんうん、一緒にすごい楽。あ、それはいいわ。そう、わかる、うん、ランチもさ、無理やりさ、なんかザ炭水化物みたいな感じだと結構グッってなるよね。抹茶食べたいからそれを選ぶだろうけど、うん、別にそれ食べたいとは言ってないじゃん、うん、とは思っちゃう、うん、ね、ね、あ、それはでも食があるのはめっちゃいいね。そうそうそう、炭水化物抜きやってる人いいな。そうそう炭水化物抜きやってる人いいよね。まあ、もちろんコースでさちょろっと出てきちゃうのはしょうがないけど、うん、そうそうそう、がっつりパスタみたいな、うん、そうそうそう、夜はちょっと抜きたいじゃん。そうね、そう、そうそう、津波系メインの人の、うん、が好きとかいう人がいい、うん、そうね、そう、そう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 、津波多い人がいい、津波多い人がいい、わかるね、うん、たださ、ゆっこと私たぶんさ、なんつーの、うん、食生活、まあ、ゆうこのが食べないかもしれないけど、うん、なんか、うん、こう雰囲気は似てるかもね。まあ、そうだね、うんうんうん、そうだね、うん、がっつり食べずに酒飲みたいみたいな感じで、あとゴルフ2人で行ってストレスなく回れる。あ、それあるね、うん、それある、うん、意外とストレスある人いるからね。そうそうそう、うん、2人だから、
人でね、ゴルフって結構ね、えぐいよね。会わないとさ、ちょっと辛いじゃん。辛い、辛い。そう、ゴルフとか、まあ、2人でよく、まあ、行ったりしてるけど、全くストレスないもん。すごい、いい、それはめっちゃいいですね。ね、お互い、よくミスってるけど。まあ、怒る、まあ、怒んないけどね。すごい、その、タイプ、彼氏の話で盛り上がってますけど。ねえ、ゆっこってさ、ほんと太んないじゃん。そう、えんなことない。そう、うん、全然、ま、普通に好きなものだけぶわーっと食べたら絶対ブクブク太ってると思う。あー、うん、そっか、うん、意外とそうなのかな。夜とか、うん、結構だ、炭水化物控えたりとか、うんうんうん、あと最近ほんとにお昼ご飯をちょっと、うん、大体もうルーティン決まってて、うん、職場で、うん、スープ春雨と、うん、豆腐と、うん、サラダチキン、のみやにしてる、うん、やばいね。そう、もう決まってた方が楽だなと思って。うんうんうん、そうだね。 それもね、経営者能みたいなやつだよね。ルーティンを減らす、あ、じゃあルーティンを増やす。あ、そうなんだ。そうそうそう。へえ。朝は食べないんですか。いや、朝は食べる。朝は普通に、もう普通にって言っても大体フルーツ、なんか、うん、まあ、豆乳入りのプロテインと、うん、となんかおにぎり1個とか。へえ、うん、夜は、まあ、外で食べに行くとか、うん、自分で夜作るってなっても、うん、米は抜いてる。うん。Thank you.